フールシードバーヌ・ナータバーンは、カラバフハン国最後のハーン・メフディグル。ハーンの娘であり、彼女はアゼルバイジャン史上有数の詩人であると考えられている。マックスフィールド・パリッシュが描いた、アリババ魔法の絨毯は人々を即座に、目的地へと運んでくれる伝説の絨毯だった。イスラーム文学は、イスラム教の観点から描かれた文学である。 イスラーム世界の文学で最も有名なフィクションは、ペルシア帝国の女王シェヘラザードにより語られた、説話集チヨヒトヨ物語であろう。チヨヒトヨ物語は10世紀に原型が形作られ、14世紀に完成型を見た。チヨヒトヨ物語に収録されている物語の数と種類は写本ごとに異なる。すべてのアラビア語のファンタジー系の物語は、実際に、 死という物語に収録されているか否かに関わらず、英語に翻訳される際、アラビアンナイトと呼ばれていた。また、いくつかの物語に関しては、アラビア語の原本が存在しないにも関わらず、アラビアンナイトとして収録されている。この物語は18世紀にアントワーヌ・ガランにより初めて翻訳されて、以降、西洋に影響を与え続けている。 多くの模倣作品が特にフランスで発表された。フェルドースイーのシャーナアメはイランの国民的な女子誌であり、ペルシアの歴史を神話や英雄を交えて再構成した物語となっている。アミール・アルサラーンもまた人気のあるペルシア神話の登場人物であり、アルスラーン戦記のような現代のファンタジーフィクション作品に影響を与えている。イブント・ファイルやイブン・ナ・フィースは 哲学小説のパイオニアである。イブントファイルは、ガザーリーの哲学者の矛盾に触発される形で、初のアラビア語フィクション小説、ヤクザアンの子、ハイを書き上げた。また、イブン・ナフィースは、イブントファイルのヤクザアンの子、ハイに触発される形で、フィクション小説、ティーローガス・オートディタックタスを書いた。これらの物語には、主人公がおり、彼らは、無人島で独学で、 生活方法を学んで暮らしている野生児である。これらの物語は無人島の物語の最初期の例となっている。しかし、薬山の子肺では物語の残りの部分で肺が無人島で動物たちと一人で暮らしている一方で、ティーローガスオートディタックタスにおけるカミールの物語では無人島の前段部分を拡張しており、成人の儀式というプロットへと発展し、 ついには SF 小説の最初の例となっている。イブントファイルの作品、フィロス・サファス・オートディタクタスのラテン語訳は、エドワード・ポコックによるものが1671年に初めて登場し、続いて1708年に、サイモン・オクリーにより、ドイツ語、オランダ語、英語へと翻訳された。これらの翻訳により、後にダニエル・デフォーにインスパイアされる形で、 ロビンソン・クルーソーが出来上がった。これは、英語初の小説となった。フィロス・サファス・オートディタクタスは、ロバート・ボイルにより再びインスパイアされて、ザ・スプイリング・ナチュラリストが書き上げられた。物語は、ジャン・ジャック・ルソーのエミール、または、教育についてに、いくつかの点で先んじており、ターザンの物語で知られるラドヤード・キップリングの、ジャングル・ブックに収録されている。 マウグリの物語に類似点が多い。イタリア文学女子史の傑作とされているダンテ、アリギエーリの新曲はその特徴やエピソードの多くが、直接的もしくは間接的にハディスやイスラームの終末論を描いた、商店の書などのアラビア語作品に由来するものであり、1264年頃に、ライバースケールマチョメチとして、ラテン語へと翻訳され、ムハンマドの商店を描いたイブン・アラビーの、 スーフィズム小説はザ・ブック・オブ・ムーハンマド・エス・ラダーへと翻訳された。ムーア人はジョージ・ピールやウィリアム・シェイクスピアの作品にも顕著な影響が見られる。彼らの作品の複数の主人公は、ムーア人の特徴に似せたものとなっており、ピールのアルカザルの戦いやシェイクスピアのベニスの商人、タイタス・アンドロニカス、オセロなどがこれに当てはまる。シェイクスピアのオセロは、 千代人う物語の三つのリンゴの物語に似ており、ムーア人のオセロを主人公として取り上げたものである。これらの作品は17世紀初めにモロッコからエリザベス町にやってきた複数のムーア人の施設団に触発されて書かれたとされている。ありがとうございます。